天神小学校が崩壊し、私たちが現世に戻ってきてから2ヶ月が過ぎた。いや、これでいいの？ちょっと、そんなのに付き合わせてたの？ひどい！ごめんごめん、これでみんな離れ離れにならずに済むよ。幸子を失ったあの空間からは、幸せの幸子さんの効力も消え、迷い込んだ聖者を閉じ込めて残酷に命を奪う呪いの学校を消滅させられたのは良かったけれど、私たちは友達と先生の命とその生きた証、存在までもが奪われてしまった。聖子はいたんだよ。どうしてみんな分かってくれないの？そんな子いないのよ。さあ、薬を飲みなさい。ナオミ、ナオミ、飲みなさい。飲むの？弾みに手を出したオカルト儀式のせいで出血多量の大怪我をして何週間も入院を余儀なくされてしまった。昨日退院してから初めて登校した如月学園。校門前で私は校舎を見つめて身をすくめた。この門をくぐれば鈴本さんや由衣先生たちのいない現実を嫌おなく思い知らされるから。篠崎、みんなこの世界で心の底から分かり合えるのはこの5人だけ。存在の消えた4人のことを共有できるから。おかえり、退院おめでとう。おう篠崎、やっと出てきたか。岸沼くん、
篠崎、おかえり。うん、ありがとう。あゆみお姉ちゃん、大丈夫ですか？ありがとう、ゆかちゃん。大丈夫よ。おかえり、委員長。中島さん、この時、私はまだ知らなかった。天神症のあった多重閉鎖空間どころではない、現実のこの世界に。幸せのサーチ。みんなおまじない好きだよね。またなんか新しいの仕入れなきゃ。ママ、今日は早番だといいな。お腹空いちゃった。ママ。呪いは拡大しつつあったことに。変死事件がまた起こりました。死亡した中学生の佐久間凛さんは背骨が折れた状態で発見されており、まったく転んだ拍子に落ちていた刃物でああも大怪我するなんて、一体何をしていたの、あゆみ。日の絵みたいにまた幽霊がどうのとかオカルトまがいなことをしてるんじゃないでしょうね。ほっといてよ！
いつものこととはいえ、日の絵もどこへ行っているのやら。うちの娘たちは親に心配ばかりかけて。忌まわしい記憶。あゆみちゃん、生きるのよ。お姉ちゃんはいつもあなたの心の中にいますよ。ダメ、委員長、逃げるのよ。離してよ、離して。やだ。失われたみんなの存在を取り戻すため、篠崎幸子と天神症の呪い、その根源を追う私と中島さんの前に取り壊され、この世に存在しないはずの篠崎義江と幸子の聖火が現れた。その地下にあった古代の本ブック・オブ・シャドウズで黒魔術を試した私は、夢かうつつかもわからない恐ろしい事態に襲われて瀕死の重傷を負ってしまったのだ。どうしてあの場所が分かったのかは知れないけれど、飛び込んできたお姉ちゃんが私をかばって、結局私は何もできず、ただ犠牲を増やしただけだった。死んじゃえばよかったのに。
いいぞ、死ね。死ね。死ね。なんだよ、やめるなよ。そのまま死ねよ。死んでくやつが俺の名前なんて興味ねえだろ。嘘ばっかだな、お前の反応。それが嘘だろって言ってんだよ。本心はどこだ、クソ女。殺したいんじゃなくて助けたいんだろ。苦しんでるてめえよ。よやつ当たりしてねえで動け、余ったり。誰も助けちゃくれねえぞ。誰よ、何なのよ、何しに来たのよ。誰でもねえさ。嘘ついたまま本当に終わっちまっちゃう。つまんねえぞ。